サマソから CA。どうやってやるか。なんて言えばいいんだろう。どう説明した？どうやってやればいいって。サマーを入力して、サマーを当ててから CA の入力をするんだけど、それ以外、多分スピードが遅いんじゃないかな。CA のタイミングが遅いんじゃない？多分初心者の頃って単純に遅いから、コマンドが。トレモでさ、ボタン、キーコンフィグが出るようにして、ちゃんと自分のコマンドが正しくやれてるかどうか見て、正しくやれてるはずなのに、キャンセルかかんないんだとしたら、入力が遅い以外ないです。レバーのストロークが極端に短い、アケコンとかあったら有利。飛んだりしちゃうけど簡単に。けどまあ有利は有利だ。ちゃんと慣れれば。ビビありがとう。あ、そう、初心者は、そう、左下で溜めて、右上でサマーを出して、その後左前、左右ってやれば CA が出るから、そっちの方が簡単だろうね、初心者は。俺はサマー入れてから CA やってるけど、左下でためで出るんですね。あ、そう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 、下ためって言われてるコマンドは全部、下要素が入ってれば何でもいいんだよね。例えばこれ真下じゃない？キーコンフィグわかるかな？これ真下で、サマー出るんだけど、左下でも下要素入ってるから、サマー出るし、当然右下でも出る。うん。それね、ちゃんと説明がないからわかりにくいんだよね。で、逆に、後ろための場合は、後ろソニックで出るんだけど、左斜め下ってためとくと、これも、下要素プラス後ろ要素が入ってるから、ソニックが出る。あともう一個はバックジャンプも後ろ要素が入ってるからためが完了してるっていうので、まあ、それを利用すると、斜め上でサマーを出して、まあ、こうすると、まあ、一応コマンドが短縮できますよっていう。難しいな。斜め上で出すとどうやったんだろう。最初のコマンドの前要素を斜め上サマーで出すことでコマンドが短縮できる。まあ慣れてる人たちはこんなことしなくても5の CA キャンセル簡単だからサマー入力してから入力で出るんだけど、まあ、初心者のうちは斜め上入力にすると出しやすいかもね。こんな連続集まる。8強パンからサマーが出るっていう。